신하나님께택함받은감사를잃어버리지않고하나님이원하시는본질창세기3장15절로마귀를밟아우리의삶속에말씀이확립되고살아움직여오직그리스도만이절대방법이되는종교와인생개혁의터닝포인트가시작되어예수사랑교회하나님의일가운데영적인눈을뜨고동참되어지는축복이임할수있도록개인을위해서기도하시고예수사랑교회모든하나님의일들이올바른성령의인도가운데진행되어질수있도록진행하시는김석원목사님과김유순사모님을위해서기도하시고전세계현장5대학6대주237개국전국각지교에흩어진예수사랑교회가족들을위해서기도하시고진행되어지는모든새성전건축이정확한성령의인도가운데237개국저주와재앙을막아주는참복음이선포되어지는성전으로올바르게건축되어질수있도록건축을진행하시는김기혁건축위원장님을비롯한모든관계자분들과함께하는세이어소시에이트와나장수대표를비롯한모든업체들을위해서기도하시고진행되어지는모든사역을위해서기도하실때7월5일까지진행되어지는아시아패밀리입양인모든일정이정확한성령인도가운데진행되어질수있도록아시아패밀리모든입양인과입양가족들과의이한번의만남이디아스포라미션을성취할영원한만남이되어질수있도록송하강대표님과기관의모든스텝들이하나님의미션이올바르게성취되어지는예수사랑교회가슴이통하는한팀으로축복이임할수있도록기도하시고모든함께하는예수사랑교회제자들에게성령의충만함과영력간의강건함이임할수있도록기도하시고7월5일까지진행되어지는김석원목사님과김유순사모님의키르기즈스탄선교사역을위해서기도하실때참복음이필요한곳으로보내시는성령의역사속에그현장가운데복음이선포될때키르기즈스탄비슈케크를장악한모든종교와사상속의흑암의조직이무너지고모든영혼들의인생의전환점이시작되어질수있도록또한그현장가운데말씀을증거하실김석원목사님과김유순사모님께성령의충만함과위로부터내려오는말씀과지혜와강철같은체력이임하실수있도록함께하는모든동역자분들께그현장가운데하나님의비전을올바르게보고동참되어지는최고의축복이임하며돌아오는모든순간까지정확한성령의인도속에진행되어질수있도록이후에진행되어지는모든3일밤예배를위해서한번의예배가운데말씀대신그리스도가절대로담겨진한번의예배가되어질수있도록말씀을증거하실김대균목사님께오직성령의충만함과그리스도만증거하실하나님의지혜가임하실수있도록지금이시간강단의말씀을붙잡고우리자신과모든사역과한번의예배를위해서다함께기도하시겠습니다
21세기 이만디아 카페 미션홈을 세우고 복음이 없어 죽어가는 영혼을 살리는 세계복음화를 위한 청년부 5812번째 1000번째 소명 찬양하시면서 준비하신 헌금 하나님 앞에 봉헌하시겠습니다. 드려진 1000번째를 위해 김수영 전도사님께서 봉헌 기도하시겠습니다. 지금도 살아 성령으로 역사하시는 전능하신 하나님 아버지 감사드립니다. 하나님의 긍휼, 하나님의 본질, 그리스도가 하나가 빠져 사람에게 감사도 없고 감동도 없고 사람을 죽이는 일에 가담할 수밖에 없는 인생에서 하나님의 절대적인 계획과 절대적인 사랑, 그리스도의 생명을 우리에게 주심으로 말미암아 양자의 영을 받은 하나님의 자녀로 우리의 인생을 완벽하게 바꿔주신 하나님의 사랑에 진심으로 감사드립니다. 사도 바울에게 임했던 인생격과 종교계획의 터닝포인트가 이 한 주간 동안 우리 인생 가운데도 동일하게 임하기를 원하오니 우리에게 영적인 눈을 뜨사 이제는 절대 침묵하지 말아야 될 창세기 3장 마귀 있음에 결론 내리는 자 되게 하여 주옵시며 내 자신과 세상과 마귀와의 영적인 싸움을 통하여 이제는 부활 이후의 메시지가 살아 움직여 역할을 함으로 말미암아 이 시대 하나님의 미션에 동참되어질 수밖에 없는 전도자의 삶이 우리 인생 가운데 회복되어지도록 성령으로 역사하여 주옵소서. 특별히 하나님께 드려진 1000번째 예물을 축복하시고 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 힘들어 확장되지며 전 세계대 앞에 미션원과 CPS 운동이 일어나고 이제는 다문화와 입양인과 후대를 복음하는 하나님의 소원을 성취해 나가는 예물이 되어지기를 원하오니 이 예물이 드려진 손길마다 가난과 질병과 무기력과 무능의 저주, 가문의 대물림의 저주가 창세기 3장 15절 여인의 우선 예수 그리스도 이름으로 완벽하게 무너지고 깨어지고 떠나가도록 성령으로 역사하여 주옵시며 하나님이 주시는 응답을 가지고 전도와 선교 세계복음화 역사 속에 동참되고 쓰임받을 수밖에 없는 참된 매력적인 그리스도의 인으로 축복을 받을 수 있도록 이 1000번째를 축복하여 주옵소서. 특별히 예사람께 진행되고 있는 새성정 건축을 축복하시고 모든 새성정 건축을 방해하는 흑암 조직이 권세 있는 주 예수 그리스도 이름으로 무너지게 하여 주옵시며 전 세계 237개국의 그리스도로 답을 주고 이제는 모든 이 시대의 재앙과 저주를 끊어주며 이제는 모든 후대들에게 오직 창세기 3장 15절에 원색적인 깨끗한 바른 복음만을 전달하는 음부의 권세가 이기지 못하는 성전
건축될수있도록하나님성령의능력으로함께하여주옵소서이일을진행하시는건축위원장님과모든영원들오직성령의충만함과무엇보다강단의말씀과흐름에따라이모든성전건축이진행될수있도록하나님께서성령으로역사하여주옵시며이일에가능하게되어지는모든영원들에게하나님이주시는지혜와하나님이주시는총명함과분별력과통찰력이날마다그리스도이름으로임할수있도록성령으로역사하여주옵소서특별히지금의시간하늘의군대를앞서동원시켜키르기스탄중앙아시아를묶는감의권세그현장속에율법주의와신비주의와인본주의와파괴주의로끊임없이그리스도가빠진종교주의로장악되어지는그현장속에오직창세기3장15절의절대제자가세워질수있도록성령으로역사하여주옵소서그래서전도자입술을통하여복음이선포될때마다치유의기적과기쁨이충만되어지게하여주옵시며전도자가시는모든발걸음현장속에세상의흐름이바뀌고그곳에전도운동이시작되어질수있도록하나님께서성령으로역사하여주옵소서특별히사역진행하시는우리목사님과사모님하나님정을모두함께하는제자들에게오직성령의충만함과성령의능력으로함께하여주옵시며무엇보다모든조직과세포와근육까지도완벽하게여호와를앙망하는자에게주셨던하나님의세임이임하여재창조의능력으로영육간의강건함속에이모든사역의여정을마칠수있도록하나님께서성령께서인도하시고역사하시고함께하여주옵소서특별히통역하는박진희제자에게도머리부터발끝까지예수그리스도의피발라이시대의러시아땅과세계를복음하는하나님의손을성취나갈참된전도제자로그의입술을통하여통역이되어질때마다모든생명들속에하나님이원하시는살아있는말씀이통역되어질수있도록역사하여주옵시며모든통역자를공격한흑암의권세가그리스도로무너질수있도록하나님께서성령으로역사하여주옵소서특별하님아버지이후에진행되어지는모든3일밤예배를축복하사강단을대적하고조롱하는우리내면속에자리잡고있는모든불신앙들이무너지게하여주옵시며오직창세기3장15절살아있는하나님의말씀이딱우리몸에맞는최고의예배가될수있도록이예배를축복하여주옵시며말씀을선포하실김대균목사님에게오직성령의충만함과하나님이주시는오력과이시대원색적인깨끗한바른복음만이전도자입술을통하여선포되고증거될수있도록하나님께서강단을축복하여주옵소서주예수그리스도이름으로감사드리며기도드립니다주기도문하시겠습니다하늘에계신우리아버지여이름이거룩히여김을받으시오며나라임없시며뜻이하늘에서이루어진것같이땅에서도이루어지이다오늘날우리에게일용할양식을주옵시고우리가우리에게죄진자를사여준것같이우리의죄를사여주옵시고우리를시험에들게하지마옵시며다만악에서구하옵소서대개나라와권세와영광이아버지께영원히있사옵나이다아멘하나님께영광의박수드리시겠습니다
찬양하시겠습니다. 찬송가 199장 새 찬송가 265장입니다. 십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 그 피를 보고 믿는 자는 주의 진노를 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 양의 피를 능히 구원하네. 온몸을 피해 잠글 때에 주의 진노를 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 양의 피를 볼 때에 내가 너를 넘어 심판할 때에 모든 백성 해가 일대로 보응받네. 죄 있는 자는 피를 믿게 주의 진노를 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 양의 피를 구주의 사랑, 구주의 사랑, 그 신은혜 보혈의 능력 의지하세. 심판의 불이 내릴 때에 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 양의 피를 너를 넘어가리라. 아멘. 찬송가 202장 새 찬송가 268장 찬양하겠습니다. 죄에서 자유를 얻게 함을 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 죄의 정욕을 이기림을 보혈 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 놀라운 능력이로다. 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 희게 밝히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 주의 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 구주의 복음을 전할 제모 보혈의 능력 주의
나 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다. 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 아멘. 네, 지금 임영석 전도사님을 비롯해서 많은 제자들이 입양인 사역 중에 있습니다. 그리고 목사님과 사모님, 기르기스탄 사역 동역자들과 또 이렇게 함께 가셨고요. 그래서 한 주간 동안 우리가 중요한 입양인 사역과 그리고 목사님과 사모님의 이 전도 사역을 두고 우리가 집중해서 기도 속에서 함께 동참하실 때 현장의 은혜가 우리에게도 동일하게 임할 줄 있습니다. 우리 옆 사람과 인사하겠습니다. 사도 바울에게 임했던 인생개혁과 종교개혁이 우리에게도 시작되었습니다. 그리스도 외의 모든 것을 버립시다. 하나님의 마지막 사역을 위해서 당신을 부르셨습니다. 당신은 이 시대 남은 자 거룩한 씨입니다. 지금 문제가 있어도 괜찮습니다. 창세기 3장을 침묵하지 말라는 하나님의 계획입니다. 네, 아멘이십니까? 예수는 그리스도, 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 마귀야 가라. 네, 그리스도가 우리 인생의 모든 문제를 해결하셨습니다. 찬송가 487장, 새 찬송가 369장, 죄짐 맡은 우리 구주 찬양하시겠습니다. 487장 새 찬송가 369장입니다. 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운 짐 우리 주께 맡기세. 주께 고함 없는 고로 복은 얻지 못하네.
水曜礼拝のために地上に七時三の監視さんのお祈りがあります。今も生きて聖霊で働けれる全能なる神様、カルバリ山の十字架の契約の死を通して我々の全ての問題を解決した愛を悟らせてくださり、我々を神様の計画を成就する聖なる種として召してくださり感謝いたします。イエスラン教会が行っているこの伝道の隊列の上に立ちたいので、使徒パウロの人生の改革が我々の改革となり、私の基準立法主義古い人の習慣を打ち破り、福音の隊列の上に立て、霊的な奥義を失って呪いを災いの中で生きている世の中を見て沈黙せず、創世記3章の霊的な世界を一つも、いや全てを暴くこと暴いて神様の御言葉を成就する役割を果たすしもべとなりますように。金曜日まで行われるキルギスタンの使役を導いてくださり、実感旅に歩み旅に独占聖衣を始めた全ての宣教チームに神様の力が始まりますように。そのところの暗闇の勢力、宗教暗闇がキリスト皆によって打ち壊され、正しい建築的な福音を聞き取れる人々が立ち上がって福音の地帯が開かれますように。共に参加して祈りを通して参加している人々にも聖霊充満を下さり、一心全身持続的に礼拝祈りに集中する聖書的な一番魅力的なキリストちゃんとなりますように。主は生ける神の御子キリストです。感謝します。イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。
水曜礼拝に来られた皆さん、イエス・キリストにあって祝福いたします。主任牧先生は今キリギスタン市役の中にいらっしゃいます。まあこういうことになるならば私もついていた方が良かったと思います。緊張します。ローマ書16章27節から23節から27節までです。20節から27節までです。購読いたします。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとソシトバがよろしくと言っています。この手紙、私と全教会との家主であるカイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストも、言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち永遠にわたって長い間隠されていたが、今や現らされて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって見栄えがとこしえまでありますように。アメン。イエスはキリスト、あなたと私は神様の子供、すべての問題は終わり、悪魔は去っていけ。今週講談のメッセージを通して、使徒パウロの人生改革、宗教改革のターニングポイントがどのように始めたのか、それを教えてくださいました。人が改革される唯一な方法はキリストに出会えることだとおっしゃいました。キリストに会えなければ人は絶対的に変わらないとおっしゃいました。私は信仰生活をする中で、私の内面を真実に覗いてみました。しかし決定的な問題の前で、私の反応がおかしかったんです。その、度に、私は本当に変わっていないんだなと思ったりしました。確かに御言葉を通してキリストに出会え、救われて福音もよくしているんでしょう。なのになぜ私の内面は変わらないんだろうという質問を私に問いました。今週御言葉を通して確かな決断を下すようになりました。キリストが私の体にぴったりあってこそ、その人の人生は変わり始めるということです。そうしてこそ感動を受け、神様の御恵みが望まれるとおっしゃいました。しかし御言葉が私と合わなければ、私が持っているキリスト通して人の前でパフォーマンスをするだけであって、偽物になるとおっしゃいました。このように生きることは本当に難しいことであり、誠の自由もないので、本当にもどかしい人生を歩むようになるとおっしゃいました。ですから偽物として歩まず、本物として生きるようになりますと、自由を感じるようになるとおっしゃいました。解放されると。であれば
神様の御言葉が私と合うというこの話はどういう意味なんだろう。今日本文の御言葉でした。ローマ書16章20節、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。その時我が主イエス・キリストの恵みがあなた方の上に、あなたと共にあります。神様が願われる福音の本質を回復する、時にサタンが、打ち壊され、世々にわたって隠されていた福音が私の福音になることを信じます。私に御言葉が合う時がいつだったのか、それを点検してみました。振り返ってみました。本当に他の人に言えない、そういう難しいこともたくさんありました。そのような場面であらゆる反応が、生じたり、人のこう慰めを受けたい、頼りたいというそういう気持ちが出たんですね。しかし誰にも言わず沈黙して神様の御前に祈りました。それで講談のメッセージを聞く中で、あ、私にくださるメッセージなんだ、あ、その時の私を神様がご存知なんだ、ですから神様が私のことを選ばれたんだ。その時神様の御言葉によって感動を受け、神様の恵みが望まれるんです。今日講談のメッセージを私にくださる神様の御言葉としていただきますように。そしてこの御言葉を伝達する役割が与えられる、そういう時があるんですね。その時神様の御言葉が私にくださったミッションとして感じられます。私がその人の立場になってみてこそその人のことが分かるようになるでしょう。今日私がこの福音を伝達する役割をこう果たされたので、こうそういう、こう神様の御言葉が私に合うんだなと、合うんだなと、神様のミッションが負担になるならばあなたの人生は失敗した、神様の祝福を受けないように、心を定めたと、このようにおっしゃったんですね。それで本当に負担を感じました。そして金明神支役者が私に、メッセージをお願いしますと言われたんですが、他の牧先生はどこにいらっしゃるんですかと、ここに立たないと定めて負担を感じたんですが、私の地が打ち破ってここに立つようになりました。神様のミッションを拒み固くなになった私の魂はイエス・キリストの名によって命じる散々に打ち壊され、今日私に偏った神様の計画が成就されますように。今週御言葉からどんな、機会の中にいたとしても、人々から無視されたとしても、あなたは必ず残されるものであるとおっしゃいました。なぜそうですか。神様の最後のミッション、この最後のこうミッションを伝えるための、こう私を確立させる、私のシステムを作るものになるならば、ダニエル書12章3節、御言葉通りに多くの人々を正しい道にこう導かれる、数多くの星のようなものになるということです。今週御言葉なんですが、使徒パウロは立法的にこう欠点がありませんでした。彼はヘブル人でありパリサイ派であり、本当に立法的には欠点のない人であるということです。今日の話にこう帰って言ってみますと、お酒や
まあ、タバコを手にせず、本当に冒頭な生活をしなかった、成功した信仰者であるということです。私はお酒やタバコをたくさん手にしてみました。昔、本当に私の人生は変わらないんだなと、そういう考えが思いがけたときに、本当にこう心を避けたい、そういう、まあ、こう人だったんですね。今週もそういう人の話をなさったんですが、それが私でした。一度は昔なんですけれども、今日のような水曜日だったと思います。本当にもどかしいことがあると、まあ、鳴らされた習慣が出たんですね。それが、まあ、タバコを吸うことでした。私は二十歳になる前までこうタバコを手にしたことはありません。運動選手だったので、まあ、それは禁じられて、あったんですね。しかしある日突然私の人生が崩されたので、こう神様の祝福を拒否する、そういう体になって早く死にたい。朝起きたら、まあ、このまま死にたいというそういうこう思いが出たんですね。人の前では、まあ、自分のことを保証したりできるんですね。しかし本当にもどかしい思いが出ると、まあ、古い習慣が至るんです。どれぐらい目が疎かったかといいますと、ユオンアパートの後ろの方で車の中でタバコを吸いました。そこからある人が出たんですね。誰でしょう。金作新牧先生の車が、こう近づいてきました。まあ、そういう場面もありました。本当に立法的に決定もたくさんあり、失敗したものである私が神様の御恵みでここに立たされました。あんなに成功した使徒パウロの内面はどういう状態でしたか。人を殺そうとする興奮の、まあ、好奇を持って一週間の道のりで人を殺そうと走っていたんですね。あんなに成功した者がなぜこういう道を選んだでしょうか。結局神様が願われた本質を逃すようになりますと、ひたすら立法の中で自分の基準を持って教理教権の上に立つようになります。立法を持って神様を信じたので、彼はステパノを殺すことにも共に参加しました。そして今週の本文の御言葉を見ますと、キリストを信じる人々を殺すことに前もって先に立ってこういたということです。本当に恐ろしくて、恐ろしいそういう内面が彼の中にあったんですが、彼はそれを発見することができませんでした。その理由は一つでした。宗教に慣らされたその習慣によって自分の基準を合理化させたんですね。ステパノは神様のことを邪魔している。なぜ神様をキリストだと今信じているのか。なぜ偉大なこのヘロデの神殿を無視して立法で神様を一生懸命信じている人々を邪魔しているのか。そのことの頭であったシトバールは本当に気狂ってしまいました。深く覗いてみますと、これは名分に過ぎません。私も私のことを覗いてみたときに、私のことが何か邪魔されたと思ったときに何かこう血気が出たり憤ったりしました。我々の体の中にある立法の呪い、自分の基準が、崩されなければ、絶えず人々との関係の中で比較したり、こう妬みそねんだり、まあ、こう盗賊なのに、まあ、殺そうとするんですね。
そのような内面の世界を認めないものであってこそ、こう無能な状態です。私がそういう無能な存在でした。私の無能を隠すために、私はあの人よりもっとできる。何か私ができるという傲慢の罠にこう陥ったりしました。そして妬み、そねんだり、狭小したり、分離する、そういう人生に時間をつぶやいたりしました。今日神様の人だと言いながら、礼拝を捧げていると言いながら、自分の内面の中で人を置いて分離させたり、何か人を殺すことを当然だと思っていれば、いるとそれは悪魔の仕業なんですね。これを悟るようになりますと、本当に恐ろしいことだと思うようになる。夏なので暑くて、こう私がこう窓を開けたんですね。その時何か虫のようなものが飛んできました。こう何かと見たら、こういうこうコクボリ虫でした。その時イエスはキリストが出ないで、こうまあ苦笑という、まあこう悪口が出てしまいました。まあそして私の体の中に入ったので、私がこう落としたんですね。それでまあどこかへ行ってしまったんです。そしてまあこうティッシュを持ってそれを掴んだんですが、叫んでいました。タンスの下に入ってしまったんですね。しかし私は今ちょっと腰が良くないので、力を使うことはできないんです。なのにその日タンスをこうひっくり返してこう探したんですね、あのゴキブリを。いや、その中で、まあ、そのようにこのように悪魔のことを、まあ、捕まうようになると、人生改革は、まあ、できたんだと。ゴキブリが、そういう虫が私の中に入った時でも恐ろしいなんですが、悪魔が私の中に入ったんですよ。しかしそれに無感覚な状態であれば、本当に囚われているんですね。そして、まあ、ゴキブリのことでこうちょっと心配になって検索してみました。どのようにすればこう退けることができるのか、良い薬を、まあ、探してみたり。皆さんは、まあ、そういうゴキブリや、まあ、こう虫を退ける、まあ、薬や会社を求めず、悪魔を退けられる、そういうイエサラン教会にいらっしゃってください。一番良い薬は新約旧約、イエスはキリスト、我々は神様の子供、全ての問題は終わり、これがあります。そして悪魔をイエス様のようによく捕まえてくださるキム・ソグム先生がいらっしゃるんですね。いや、こういう話はしないようにしたんですが、まあ、霊的な目が開かれなかったので、自分がサタンに囚われていることを知らず、こう信仰生活をしてきた使徒パウロがどのようにこう変化されたんですか、それが今日本文によく出てあります。サウロがキリストに囚われた捕虜になって、こうパウロになった。どれぐらいそのパウロが有名なんですか。英語の名前ではポールです。サウルがキリストの捕虜になってポールとなりました。我々を救われるために十字架で死なれて、復活を通して全ての問題を解決なさった、聖書通りに
復活なさったイエス・キリストが今我々に言われます。あなたはキリストに囚われた捕虜になりなさい。そうしてこそ神様の御言葉が私に会うようになって、人生が改革されるターニングポイントが始まります。神様の御言葉が私に会うようになりますと、今日の本文の御言葉通りにサタンが縛り上げられます。それについて今週集中して私に質問を投げてみました。私が2日間、寝なかったんです。月曜日に、レムナント主連会のために投資に行ったんですが、その行く途中でキメジン刺激者から電話をもらいました。その今日のメッセージ、水曜メッセージ担当されて、その当時から帰ってきて何か寝られなくなりました。それで今までここに立つ前までキリストの捕虜になって、ここに立つようになりました。捕虜になったら全てが解決されました。引っ張られた習慣、理屈的な考えがなくなって、ただこの講談に立たないといけないんだなという、そういう考えが至りました。そうしながら集中しました。前はここに立つために説教45ページ書いてしまったんですが、今日は1ページ書いて、またそれを消して、また1ページ書いて消して、そうしながらここに立つようになりました。なぜ神様の御言葉が私に合わないんだろう。サタンが屈服していない。いつサタンは屈服するのか、質問を投げてみたんですね。答えはこれでした。私が根本に帰るときにサタンが屈服する。講談のメッセージを通して、点検したんですね。サタンが私にどのように攻撃してくるのか、そしてキリストをどのようにどこへ適応するのか、その本質を見つけたときにサタンのことが私の前で復活し始めました。神様が一番願われることは福音の本質が回復されることです。その時に神様の力が私と共にいらっしゃいます。しかし悪魔は目に見える理屈的な問題、現実な世界を見るようにさせ、虚像に従わせ、錯覚の中で生きるようにさせます。それで私に与えられた根本的な御言葉が信じられないし感じられないんです。神様が最初にくださった御言葉は何ですか。神様が初めに天地を創造なさった、我々に向かった神様の計画があるということです。しかし私の体の中でそれが感じられないし信じられない理由は何ですか。確かに聖書には創世記一章二節、世の中には混沌暗闇、世の中の混沌暗闇、虚しさのその策略に騙されている、悪魔が我々をどのように騙しているのか、我々はその暗闇の時代を見ることも知ることもできません。ただ神様の御言葉を通してこそサタンが私をどのように騙しているのか、それが知るようになります。そして神様が御言葉をくださいました。創世記一章三節、神様が言われました。光をあれとおっしゃったら光が現れました。この
神様の御言葉の役割は何ですか。命の光であるキリストで、キリスト皆によって今あなたを騙して引っ張っていこうとするサタンをキリスト皆によって追い出しなさい。いくら強い暗闇でも些細な光で追い出されるようになります。今日大きな暗闇が私に至ったんですか。それは私の中の光をこう表すチャンスが来たということです。そして私の人生の中に問題が来たんですか。それは私がキリストを体験してキリストを証しする、そういう、まあ、こう器として神様が私を召されたということです。聖書を見ましょう。第2コリント4章です。第2コリント4章4節ですね。そして4章6節、光が闇の中から輝いてよと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。我々は弱く見える土の器のように見えるんですが、我々の中に命の光であられるキリストがお入りになりますと、大きな力が私ではなく神様にあることを知るようになるということです。我々は不可能な存在であり、できない存在なんですが、神様の力が共にあるときに、現場を満たし、現場をこう征服する、そういう神様の子供としての役割を果たすことができます。誰も暗闇、サタンに打ち勝てることを打ち勝てないんですね。しかし我々はこの不可能な問題の前でキリストを持っているから望みもあり希望が生じるようになります。問題が来たんですか。この時はキリストを体験するチャンスです。本当にキリストを私に適用すれば逆転が始まるんです。ローマ書8章15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくだされ御霊を受けたのです。そして御霊によってアバ父と呼びます。すべてを征服し治め満たす、そういう神様の役割が我々に与えられたということです。このアイデンティティを持っていつキリストを呼ばないといけないんですか。創世記3章の問題が私に至った時です。我々は沈黙せず呼ばないといけません。イエスはキリスト、あなたと私は神様の子供、すべての問題は終わり、悪魔よ去っていけ。しかし悪魔は沈黙してはいけないどころで沈黙するように騙すんです。そして沈黙しないといけないところで我々に力を加えて沈黙しないようにさせます。まあ、10種類の話をしないといけないんですが、20種類の話をするんですね。悪魔の力を受けるようになりますと、そのようにたくさんの話をするようになります。
全部こう言うようになるんですね。そしてどうですか、何かすっきりしたなと思うんですね。しかし、まあ、家に戻ったら、ああ騙された、私が悪魔に騙されたんだ、まあ、そして、まあこうまあ、こう公開するんですね。それがサタンの戦略です。現実を見て世の方法を持って自分の基準に固定されていますと、まあ、こうたくさんの肉的な話を言うしかありません。私がこのように言ってあげれば変えるじゃないですか、まあ、そういう錯覚が本当に真実でこう魅力的にこう感じられるんですね。それが神様の悪魔の魂です。こう神様のようになる、善悪を区別するようになるという悪魔の嘘です。そのように文句を言ってこう皇后と言うとどうなるんですか、相手と敵となるんでしょう。そして分離され、傷の中で人生を無駄遣うようになります。私も、まあ、親からいろんなこう文句をたくさん言われながら育てられました。そして私の心の中からは、私は私の親父のように歩まない、そのように思ったんですが、私が大人になった時にそのようになっていました。私はあの人のように生きたくない、私は傷を与えない、しかし私が相手に傷を与えていました。私も知らない間、考えてみてください。皆さん、たくさん傷を受けたことが思い出すんですか、じゃなければ傷を与えたことをたくさん思い出すんですか。まあ、傷つけられたことがたくさん思い出されるんですね。しかし福音が我々の中に入るようになりますと、こう相手に傷をつけた、それが思い出されて、本当にこう悔い改めるようになります。私が傷つけた方々がたくさんお見えになりました。このようにこう傷を通してサタンが私の、まあ、こう人生をかじっている。創世記2章7節ですね。創世記3章13節です。神である主はおっしゃいました。こう蛇が私を惑わしたのですと、まあ、傷を与えたのは私ではなくあの人ですよと。あらゆる家畜、あらゆる野の獣より呪われる、そして一生腹ばいで歩き塵を食べなければならないと。人間の材料、肉の材料が塵です。でその中に神様の生きている霊を、一気を吹き入れて霊的な存在となりました。しかしその霊的な存在、人間がいつ霊的な問題で患うようになりますか。傷がある時にサタンが入り込むんです。そしてその時からサタンが私の魂をかじるんです。あの人が私にこのように知ったんだ、こういう考えを持って人生を無駄遣うようにさせるんです。皆さん、悪魔に我々の魂を、引き渡さず、サタンの頭を踏み砕く人となりますように。サタンを、屈服させないといけないんですね。いつもこのようにサタンによって患ってはいけないんです。神様が我々にくださったミッションは何ですか。創世記三章中五節、キリストを皆によってサタンの頭を踏み砕きなさい。このキリストを私の主人、私の救い主として受け入れたならば、マタイ福音書16章16節を告白してください。主は生ける神の御子キリストです。このように告白するときに、
闇の勢力が私に打ち勝てないんです。しかし打ち勝てたとしても敵は我々をいつもこう待ち伏せているんですね。ヨハネ福音書中二章を見ますと、世の王サタンは審判を受けた。しかしキリスト皆を宣布するときに追い出される。今日キリスト皆によって悪魔のことを追い出すことができますように祝福いたします。こういうことをする者が神様の御言葉に従順する者です。サタンに立ち向かいなさい。そうすると退けます。しかし退けてまた来るということですね。傷がまた来るように、また分離されるし、また問題が繰り返されるということです。それはなぜそうですか？サタンを屈服させていないからそうです。サタンを屈服させる方法が今日本文によく出てあります。ローマ書16章20節、平和の神が速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。今日サタンのことを屈服させる日となりますように。どのように屈服させるんですか？昔のことなんですが、うちの家に正月に泥棒が入ったんです。そして私の長男がこう国家代表のテコンドー国家代表で、私の次男の兄は剣道の国家代表でした。そしてその泥棒がうちに入ってびっくりしたんですね。泥棒が入った途端、私の一番上の兄は剣道のその剣を持ってきて、私はテコンドーで追い出したんですね。一言葉で申し上げますと、サタンは我々の魂を奪い滅びをせ殺そうとするんです。しかしサタンはそういう神様がくださった時間を無駄使うようにさせるんです。宝物があるということを知っていたならば、逃げた泥棒がまた来るんですね。その泥棒を屈服させるためにはどのようにすればよいんですか？泥棒が来るようなその日に警察官を呼べばよいんです。ですからそのキリストを私の主人として受け入れなさいということです。しかし私はキリストを受け入れたんですが、キリストが私の主人ではなく、問題が来た時にイエス様はちょっと休んでください、私が何とかしますよと。でキリストが主人の役割をなさるために、それを席を譲らないといけないんですが、そうしてこそ変化され、サタンが縛り上げられるんです。イエス様の初の奇跡は何ですか？私が一番好きな御言葉なんですが、水が変わってブドウ酒となった。水が変わってブドウ酒となったんですね。カナンの婚礼の中でイエス様を受け入れたんです。しかしそのイエス様を主人として受け入れなかったんです。しかし決定的な瞬間、ブドウ酒がなくなる、そういう出来事が生じました。その時イエス様の母マリアがイエス様の話を聞いて、そのイエス様が水をいっぱいに満たしなさいという話を聞いて、その水をまた汲んで人々に分けなさいと。
いやしもべが葡萄酒じゃなくて水を配ったらどうなるんですか。しかし自分の自我を打ち破って神様の御言葉に従順して水だと思っているものをこう宴会場に持っていきました。その時水が変わって葡萄酒になったんですね。ですから皆さん、今日キリストを私の主人として受け入れたならば、キリストがサタンを打ち壊す、屈服させる役割を果たされるために私の主人として受け入れることをどのようにすればよいんですか。それは私の自我を打ち破ることです。私の不従順なところ、私の不信仰が私の中で動いているとき、その時キリストのしもべは自分の自我をキリストの御前に打って服従させるんです。これがキリストを受け入れたこうキリストのしもべとしてのこう姿勢です。我々はキリストに囚われた捕虜になったと思なったことを信じます。福先生がおっしゃいました。他のことに集中せず自分の内面に集中しなさい。すべてを気にしないで私の中に神様の御国を回復することにこう集中したならば、あなたが全世界を、まあ、地球を何回くらい回ったと思う。それで私も今週から始めました。すべてを気にせず私の中に神様の御国を回復せよ。私の内面の中から何が私を倒そうとするのか、小さなものに物の奴隷になって引っ張られていく時がいつなのか、私の口を止めない時がいつだったのか、その時キリストの奴隷であるという招待性を持っている者は呼ぶとおっしゃいました。イエスはキリスト、あなたと私は神様の子供、すべての問題は終わり、悪魔よ去っていけ。そうしますと神様が止めてくださり、神様の子供としての身分権威を回復してくださることを確信します。なぜ神様の御言葉は私に合わないんだろうか、それについて考えてみました。かっこ私の目標が神様の目標と異なるということでした。神様が願われる目標と私の目標がある日同じであるということを、確認しました。すべての人々は、幸福になりたい。神様の目標は我々の中に神様の御国を回復することである。そして私の内面の中から幸せを奪い、神様の御国を奪おうとする悪魔が来たたびに、キリストのしもべとして今日サタンを屈服させれば、誠の幸せ、誠の変化が始まることを信じます。私は一生死ぬことを恐れてサタンのしもべとして歩んできました。しかし私は今はキリストの捕虜にこうさせられたということを信じます。祈ります。全能なる神様、使徒パウロの人生改革、宗教改革のターニングポイントが我々にも始まらせてくださり感謝いたします。使徒パウロを変化させたキリストが我々を選びこう召され、キリストのあなたの捕虜にさせてくださり感謝いたします。神様のミッション、世界福音家を心の中に留めて福音を明かしする
そういう役割を担うことができるように日々聖霊充満を加えてください。そして神様のミッションが負担ではなく味わうことができますように、日々キリストの御言葉が私にちょうど合う証人として歩むことができますように、我が主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。